田中康雄は、千葉ロッテマリーンズに所属する石川県小松市出身のプロ野球選手、宇と右みち。実刑の田中良平は、元プロ野球選手で、仕雄の前に投手としてロッテに所属していた。高校生までは保守を中心に、内外やべてをこなしていたが、高校2年生の時に、本格的に投手に転校した。3年生時に、 石川県選抜チームのメンバーに選ばれ、日米親善試合に出場した。夏の甲子園、石川大会の1回戦に、県立加賀高校の5番、投手として出場したが、同校はこの試合で敗退した。2005年10月3日に行われた、プロ野球ドラフト会議で西部ライオンズから高校生、ドラフト4位指名を受け入団。プロ入り後4年間は一軍公式戦に、出場なし。 2009年のオフに、ダルビッシュ有、野上龍馬らと共に、自主トレを行った。2010年4月15日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦の9回に4番手でプロ初、登板し、1回を投げ1失点だった。29日の千葉ロッテマリーンズ戦で、初めて先発投手を務めたが、3回までに4点を奪われて、敗戦投手になった。その後、 右肘の痛みが原因で、出場選手登録を抹消され、8月に、右肘の人体再建手術を受けた。2011年7月に手術からの復帰登板を果たした。2012年に一軍へ2年ぶりに復帰すると、中継ぎとして5試合に登板した。2013年は一軍公式戦の出場機会がなかったが、イースタンリーグでは公式戦38試合に登板。 チーム最多の救世部を挙げた。シーズン終了後には、チームメイトの岩尾敏弘、相内誠、藤沢徹明と共に、オーストラリアンベースボールリーグのメルボル運営シズへ、派遣、現地のウィンターリーグに参加した。なお、シーズン中の5月26日には、東京都練馬区内で、自家用車運転中に、環状8号線のヨギトンネル内で、追突事故を起こしている。 2014年には、中継投手として一軍公式戦8試合に、登板した。2015年8月31日の楽天戦で一、軍発セーブを記録した。9月12日の北海道、日本ハムファイターズ戦では、同点の11回表西から登板し、一、3回を投げて、日本ハム、中田賞に勝ち越し的時代を許したが、11回裏に、 中村豪也がサヨナラ本塁打を打ったために、入団10年目にして一軍初勝利を挙げた。イースタンリーグ公式戦には28試合に登板し、チーム最多にして、リーグ2位の11セーブを記録したが、球団は、翌2016年の戦力構想から田中を外した、上で、NPB の他球団にトレードを打診。成立に至らなかったため、10月27日に、 戦力外通告を受けた。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、NPB 他球団での現役続行を希望していたことから2015年11月10日に12球団合同トライアウトへ参加。打者3人に対するシートバッティング形式での対戦で前年まで東京ヤクルトスワローズに育成選手として所属していた。 佐藤厚木に2塁打ーーを浴びたが、参加した投手の中では、最速の時速147キロメートルをストレートで計測した。トライアウト直後の2015年11月17日からは、実刑の両兵が、かつて所属していた、千葉ロッテマリーンズの周期キャンプに参加。入団テストを兼ねて登板した、紅白戦で、 最速時速1 4 7キロメートルのストレートを投げたことなどが評価された末に合格へ至った。2015年12月7日にロッテへの入団が正式に発表された。推定年俸は550万円で、背番号は47。2016年には春季キャンプ前の1月に一般女性と結婚。一軍公式戦では8月7日の対オリックス戦で、 遺跡後初登板を果たしたことを皮切りに17試合へ登板。防御率は2.76で、9月7日の対日本ハム戦ではプロ初ホールドを記録した。2017年には前年に続いて夏場から一軍に合流。9月6日の対埼玉西部ライオンズ戦、延長10回裏での救援登板では、一軍公式戦初登板の成田翔が招いた。 ピンチを抑えた末に、セーブ時代の2015年以来2年振りのセーブを上げた。一軍公式戦全体では13試合の当番ながら、防御率を1.98にとどめるなど好騰を続けた。2018年には、一軍公式戦32試合の当番で2勝1敗、5ホールドをマーク。防御率は4.44ながら、本人曰く濃い1年だったとのことで、 シーズン終了後に推定年俸2000万円という条件で契約を公開した。2019年には8月に一次戦線を離脱しながらも一軍公式戦でキャリアハイの登板数と勝利数を達成。防御率も2.72二にどめたことからシーズン終了後には推定年俸3500万円という好条件で契約を公開した。二千二十年は 開幕一組入りし、公式戦8試合の登板で1勝2ホールドをマークし、防御率は2.45だったが、7月22日に出場選手登録を抹消。8月3日に球団から右肘の後方国局切除術及び有利退場拒術を受けたことが発表された。前置は3ヶ月の見込み。西部時代までの投球フォームはオーバースローだったが、 ロッテへの移籍を機に、サイドスローへ変更。右打者へのシュートを武器に、30代の前半から、ロッテの一軍救援陣へ食い込んでいる。愛称は、ヤス、ヤスさん、電柱、アウチューンタ中。2019年4月に、チームメイトの中村進む我が守備練習中に、左目の下を十針縫う、大怪我を負った際、顔の傷口が治るまで一人で先発するのに、 苦労していたのに、田中が気づき、傷口を避けながら、シャンプーで頭を洗ってくれたというエピソードを中村が明かしている。ありがとうございます。